残されたハウラはエースによってゾーニングを受けています。その間に V3 スポーツとしてはミッドレーンからゲームエンドを狙います。ちょっとハウラもねリコールかなり妨害されてますからね。さあネクサスタワーもう1本破壊して、さあこのゲーム1勝利したのは V3 スポーツとなりました。トゥルーショットバラージュ、ビニがフラッシュインから汚れの連鎖でハウラをバーストで落としきった。さあトルツーがカウンターストライクからビニに飛びついているんですが、テルミヌスが効いている、ダメージが足りないぞ。ダブルキル獲得はビニ、そしてそのまま持っていってトリプルキルはビニ、その間タナとエースはバックライン、エース獲得でゲームを決めました。勝利したのは V3 スポーツです。今回の、インタビューは V3 スポーツから HRK 選手に、来ていただいております。さあということで HRK 選手よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日 2-0 勝利ということになりましたけれども、はい、試合を振り返ってみていかがですか。まあでも練習してた構成と勝ち方がそのまま結構綺麗にスノーボールできたと思うんですよ。1試合目はちょっとバロンでちょっとぐだっちゃったりもしたんですけど、まあいい感じかなって、明日も 2-0 で勝ちたいと思ってます。はい、本日まあシーズン折り返しということになりますけど、まあ、前半戦振り返ってみてHRK選手の手応えとかはどうですか。まあ結構 DFM 戦とかソフトバンク戦は自分が対面のジャングルとの差を感じたり、序盤からやられる試合多くてそこを修正したり、まあ、悔しくてフィードバック、ジャングルルートとかリコールタイミングとかコーチと含めて反省して、まあ、修正していけるのがいいか、2周目はそれで勝ちたいとは思ってますね。ちょっとそのフィードバックのところに関連するかもしれないんですけれども、まあ、デイワンの時にですね、はい、あの選手にインタビューをさせていただいた時に HRK 選手が韓国人選手とこう密にコミュニケーションを取ってフィードバックをやってるんだよみたいなところを話されてたんですが、はい、まあ、そのあたりはいかがでしょうか。はい、まあ、そうですね、そのレーン状況に合わせたオブジェクトとかそのガンクとの合わせの仕方とか、まあ、そういうところスキルの使い方とかが重点的に話し合ったりとか、こここうしたらいいとか、よくタナーと話し合ったりとか、でジャングルのピックはそのビニーのチャンピオンに合わせてレーニングに合わせてどのキャラの方が圧迫しやすいとか、そういうの考えてピックしたりとかやってますね。やっぱりそこのアドバイスがかなりこうこの勝利につながってきてるんじゃないかと、はい、まあ、よくなってる言ってると思います。なるほど。そして HRK 選手今シーズンは LJL 唯一の日本人ジャングルとしての、はい、まあ、プレーをされているということなんですが、どうですかここまでもその対面するチャ、プレイヤーが、まあ、韓国人選手というところなんですけど、はい、なんか話がちょっと LJL だけじゃなくて変わるんですけど、はい、それの情報を事前にまあ知ってるじゃないですか、自分は決まってて、はい、それでそのチャンピオンズ級っていうそのいろんな地域の選手と合わせた練習をもうこの今年のためにその、はい、去年から準備してたんですよね。そのチャイが差がなくなら出ないようにジャングルの差が出ないようにとか、だからそういうのもあって、まあ、そこまでなんか厳しいさをっていうのは感じてないですね。おー、じゃあもう十分やっていけるぞっていう自信がすでにあると、はい、ありがとうございます。まあ、特に今回のゲームでその、はい、イエル選手と対面するっていうなった時に結構ジャングルのルートの取り方が面白いなと思って、はい、まあ、1戦目だとそのレルとシンジャオというマッチアップの中でラプターを勝ってからすぐさま相手のブルーバフ、はい、まあ、グロンペイトしていってっていう動きをしたじゃないですか。はい、あれはまずどういった理由で入っていったっていうのがあったんでしょうか。無難に本当は赤さんでそのまま敵のボットサイドのジャングルに侵入する予定だったんですけど、俺らのチームのタナが敵のブルに圧迫を入れたんですよね。でワードをして敵の体力削ったのを見てスマイトも使ったのを見て、あ、これクリープ奪えて、で序盤の信者を潰すことによってカルマ信者のラインが序盤から動けなくなるじゃないですか。自分も動けないんですけど、その信者のガンクプレッシャーが出ないからそっちの方がいいかなと思ってやりましたね。なるほど、もう信者を潰すためにあえて入っていったと。はい、はい、ありがとうございます。そして2戦目だとは相手から入られる側だったというか、はい、はい、というところでラッパーにワードを刺し
ってましたよね。はい。で、相手のラプターにワード刺してて、相手のジャングルがレッドバフ側に行ったのが見えたと思うんですよ。はい。はい。なんですけど、HRK 選手はグロンプに入られることを警戒してウルフに行きましたよね。はい。あれはどういう理由だったんでしょう。あれは入られた時にそこで時間を潰したくなかったんです。こっちのボットの方が組み合わせめっちゃ強かったんで、早くボットに行きたくて、ウルフラプター食って、敵がちょっとまあ来てるかもしれないし、どうかわからない。もし来てたとして、自分がウルフ食って先にジャングルを回したら、実際この試合でもあったんですけど、ジャングルのファーム差が出るんですよね。だからそれをちょっと意識し、まあ少しは意識しました。可能性は低いと思ったんですけど、視界の状況的に。はい。いやでも実際あのままあのレッドバフから回ってバロンピットからあの侵入してきていたので、その読み通り、はい、HRK 選手の読み通りに1試合は行ってました。素晴らしかったと思います、はい、ありがとうございます。さあということで、まあ、折り返しということも話してもらったんですけども、明日のアクシズクレスト戦に向けて、はい、ファンの方に向けて一言お願いいたします。あ、絶対 2-0 で勝ちます。応援よろしくお願いします。今までのシュート、本日も応援してくれた方々ありがとうございました。V3 スポーツ HRK 選手のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いった、エビリープストライク、やたらソウルはギリギリ逃げ切って、エビもリープストライク、なんとか逃げ切れそうですが、切り直しですか。アクシズクレスト引いていく。さあダルシャはリコールしていますが、この状況3対1、ユージオのポークダメージもかなり出ている。うわ、ただちょっとヘルスがタワーの CG が遅いか。テレポート、テレポート、あ、なんだこれ。いや、ダッシャーの体力かなり減っている。さあそれめがけてアイノがフックを伸ばす。いや、しかしフラッシュが間に合った。ドーニングシャドウは足りない。ピースター復活から、そしてマーブル返してくる2超走者、フォレストがなんとぐるっと回ってこの位置まで。マーブル切る回収、まだゲームは続く。ダブルキル獲得、マーブルで返していきます。さあ2キル獲得からアクシズクレスト、これはミッドレーンでゲームエンド狙えるでしょう。太陽の円盤はありますが、さあ5対3だ。守れるか。ゆっくりとゆっくりと、まずは冷静にボットのインヒビターを破壊していく。あ、ただウェーブクリアができましたね、福岡ソフトバンクホークスゲーミング。なんとかデスタイマー復活まで間に合いましたね。フックは反応してよけています。いや、いいダメージ福岡ソフトバンクホークスゲーミングが入れていって、ここはアクシズクレスト引きますか。さあ集団戦の形かなり広くなっています。ただエビが孤立しているぞ。カウンターストライカーギリギリソウルには届かない。ここもソウルが回答しきった。その間にユージオの狙いはネクサスだ。マーブルが止めに行きますが、これは間に合いません。ネクサスを破壊し、ゲーム1勝利したのはアクシズクレストです。ギリギリネクサスタワーの体力が残ったかに思ったんですが、ダッシャーが押し込んだ。さあそしてエンゲージャー、フォレストのエンゲージ、これはカシンがうまくボディブロックを入れてはいるんですが、その間ネクサスタワーが2本割れた。続けてビスタがエンゲージを決める。ショックウェーブでフォレストこそ打ち取ったものの、福岡ソフトバンクホークスゲーミングの狙いはネクサス、破壊しきってゲーム2勝利したのは福岡ソフトバンクホークスゲーミングとなりました。インタビューに、答えていただくのは福岡ソフトバンクホークスゲーミングよりダシャ選手です。ダシャ選手よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日、アクシズクレスト、アクシズクレスト戦だったんですが、1勝1敗引き分けということになりましたが、試合振り返ってみていかがでしたか。一戦も良かったですけど、最初。でも、まあ、相手の個性をしっかり僕らが理解してなかったなって感じで負けてしまったんですけど、次のゲーム勝って、まあ、嬉しいですね。うん。まあ、その惜しくもその一戦目敗れてしまったんですけれども、そのゲーム1とゲーム2の間、こう、インターバルの時のフィードバックっていうのはどういったものを行われてたんでしょうか。正直、僕ら的、みんな、なんか、スピードエクがあるより、なんかみんな分かってて、ちょっとミスしたのが大きかったから、その、まあ、手段戦のとこだけ少し見て、まあ、頑張ろうって感じでしたね。あまりこうゲーム1のことを深く考えるんじゃなくて、もう切り替えてゲーム2へというふうになってたんですね。はい。なるほど、ありがとうございます。
ゲーム2に、移っていくにつれてですね、そのバンピックが、まあ、一気に変わったなという印象があったんですよね。その1戦目のところでは結構集団戦なのかなっていうところから、一気にこうルブランよねというようなかなりこう攻撃的なピックを用意してきたように見えたんですけれども、このあたりはもう意識的に変更したんですか？特に意識したよりかはなんか個性的に良かったからちょっとやりましょうって感じでしたね。なるほど、なるほど。もう自然にこのドラフトの流れでそうなったということだったんですね。そしてですね、まあ、このゲーム2のところでは、かなりこう、相手がスニークバロンをやってきたりだとかっていうところで、結構、ゲーム2のところでも、ゲーム1同様、100点があるんじゃないか、みたいなシーンもありましたけれども、あのあたりではどういった会話をチーム内でなされてたんでしょうか？そうですね、なんか、ポットをやるのは良かったと思いますけど、僕らが。でも、相手の位置をちゃんと、ちょっと見なずに、コールがちょっと、なかった時に相手が しっかりやって、ちょっと、危なかったですね、そこは。ですが、その後、もう直後ですね、フォレスト選手の素晴らしいエンゲージから、一気に相手を叩き潰して、また再度逆転みたいなっていうところもあったと思います。あのシーンの集団戦ではしっかりコールがあったんでしょうか？そうですね、なんかもう相手が見えた時点から僕らがここでどういう戦いをするかを話して、それが結果までよくできた感じですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、そして、まあ、本日、シーズン折り返しということになります。まあ、エビ選手、そして、フォレスト選手が新たに、福岡ソフトバンクホークスゲーミング加入しての、この前半戦でしたけど、改めて振り返ってみて、出した選手的にいかがでしたか？やっぱり、僕らは、ちょっと変わった選手があって、まだまだ強くなれると思うので、明日の TA 戦とかも、ちょっと、しっかり、ミスを直して、優勝できるように頑張ります。少しその、明日の DFM 戦に向けての、コメントをいただいたんですが、DFM 戦、まあ、1周目では、まあ、0-2 で、ちょっと敗れてしまったというところがあります。まあ、この DFM に、DFM 戦に向けてファンの方に、何か一言いただければと思います。正直僕的には DFM 戦僕らめっちゃ良かったんで、明日の試合勝ってると思うので、応援よろしくお願いします。感じです。ありがとうございます。今回ソフトバンクホークスゲーミング、ダッシャー選手へのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ハイティング、レイファーティのエンゲージ、まずはスライムパンチ。カックにヒットさせています。なんとかカックは距離は取ったものの、かなり体力が削られた。ザースティールいった、兵器失速だ。そして、三日月総手、バラしながら、集団戦の形。まずは気夏へ入っていく、アリアが取っていく。そして続けて、ぶっ飛びスライムからのエンゲージ、ダブルキル獲得はアリア。もうハープが一番前でカックをゾーニングしています。手前から打ち取って、クワドラキル獲得はアリア。そして最後のキルもアリアの手に、ペンタキル獲得、デトネーションフォーカス B アリア。そしてレファーキーパシブあります。間に合いそうですね。早すぎますね。そしていや早い、一瞬で2つのネクサスタワーが割れました。そのままネクサスまで。まずゲーム1勝利したのはデトネーションフォーカスミーです。ハープがタワーのアグロを受け持っている間にユタポンが相手のネクサスを奥で立ち回っている。キリアラクモシンはフラッシュで位置を入れ替えながら、さあスティールがカバーをする、まっすぐ行ってぶっ飛ばす、オールアウトですが、ここに全員集合、デトネーションフォーカスミー。デトネーションフォーカスミーの陣地は逆のはずでは関係なかったですね。ネクサスタワー2本破壊、そしてあっという間のゲーム2、ネクサスを破壊、勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。今回インタビューを答えていただくのはデトネーションフォーカスミーからハープ選手、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それではまず今日の勝利で、前半戦全勝で折り返すこととなりました。改めて今シーズン前半戦振り返ってみていかがですか、ハープ選手。まあそうですね、なんかここまで全勝するだけはあんまなかったと思うんですけど、なんかシーズン中になんか僕たちはちょっと強気になるのが感じるので、なんか僕
僕たちの理由は分かんないんですけど、ちょっと成長してるんじゃないかって思ってます。おなるほど、成長してるというふうに今、ハップ選手、話してくれたんですけれども、まあ、自分たちはこのチームの完成度、現状、どのぐらいだと思ってますか？ああ、まだ分かんないですね。ああ、正直もっと成長できると思うし、ああ、まだ僕たちの 100% のパフォーマンスは出てないかって思ってますから、まあ、もっと頑張ったらもっと強くなれると思ってます。もっともっとまだまだ強くなれるということですね。そしてまあ今日の試合の話になるんですけれども、ゲーム1では今シーズン初ペンタキルアリア選手が獲得ということになりましたけれども、あの時こうチーム内でどういった話がされてたんでしょうか？そうですね、その時なんかアジラはトリプルキルがした時からなんかペンタキルとか結構声が出たんですけど、その時僕もまあ上げるかって考えたけど、その時僕のウルティがあったんですよね、そのロンブルの。だからその最後のアペリオス、ああこれウルティ落ちるか落ちないかってちょっと考えたんですけど、ああやっぱ上げるかってなってアペリオスウルティ落ちないでペンタキル食ったんです。ちょっとハープ選手の優しさがあったからこそ、優しさがあったからこそのペンタキルだよということなんですね、あれは。そうですね、多分そうですね。ありがとうございます。今回のゲームでですね、まずゲーム1のところでは、まあ、ザックトップランブルサポートっていう、まあ、世界的に見ても珍しめのピックを持ってきたなっていう印象があったんですけれども、これは準備があったんでしょうか？そうですね、もう正直僕はもうどんなチェンプもサポートで持ち帰るし、うん、もう基本準備ができたチェンプを使ってますから、うん、もういつでももうそういう感じですね、準備ができたから誓ってて感じですね。ちなみにそのランブルサポートのここが強いよみたいなところって聞いてもよろしかったりするんでしょうか？あ、やっぱり他のサポートよりファイトが誰よりも強いし、うん、相手のプレイという時点で見たらほぼ管理ランブル側でファイトもできないし、まあ、例えばこのバトンタイプもこれができるなって多分思いましたから、デミジは結構強いから、もうこういう強みがあってもうトラモステックももう早めに超えるし、まあ、そういう感じが強いんじゃないかと思ってます。もうその2対2でもうめちゃくちゃ強いので、もう自分自信持って出していったということだったんですね。ありがとうございます。そしてですね、ゲーム2のところではまあコンパッチで注目を浴びているエズリアルカルマのボットになりましたけど、ここもやはり評価は高いですか？そうですね、今僕の中では移住も強いは強いんですけど、カルマのティアがめっちゃ高いと思ってますし、今日の前の試合も出たけども、ビルカルマもめっちゃ強かったし、今カルマのパワーがめっちゃ強いと思いますから、結構ティアはチェロティアで考えています。ちなみになんですけど、カルマサポートでもマリグナスですか？あ、これはちょっと人によりますけど、なんか僕の考えだとなんかシュレリア行く人もあるし、うん、まあそうですけど、デミージ自分がなんかピンポンしながらデミージと自分がなんかトリブルしながらデミージもできるし、そういう感じなら僕は一旦アイテムビルドとかになるし、そうじゃないとなんか自分がなんかこのゲームで僕俺がなんかデミージとかできないなって思うなら、普通にシュレリア行ってもデミージは強いから、これはもう構成とか状況を見ていくんじゃないかと思ってます。ああなるほど、まあ、マリグナスも強いけれども構成を見てしっかりと相手も選んだ方がいいと。そうですね、構成が大事だと思ってます。ありがとうございます。それでは最後に、まあ、明日も試合がありますけれども、ファンの皆さんに向けて一言お願いいたします。ああまあそうですね、こう僕ら今まで全勝したんですけどまだ終わってないし、ああ結局優勝が一番大事ですから、そこまで油断しないで、ちょっと頑張っていってみます。応援してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、デトネーションフォーカスミーハープ選手へのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。